旗振りによる通信旗振り通信は江戸時代中期から明治期にかけての日本で米相場など一の情報を伝えるために活用されていた旗などを用いた通信システムである。景色見、米相場はや移り、遠見とも言う。旗振り通信は江戸時代中期全国の米下の基準であった大阪の米相場をいち早く他の地域に伝達するため、 さらに地方の相場を大阪に伝えるために考案された。起源は、木の国や文在門が、江戸で、米相場を伝達するために、色のついた旗を用いたことにあると言われており、旗振り通信が、初めて登場した文献は1743年の、議局、大門口鎧重ねとされている。従来米相場の伝達には、飛脚、挙手信号、呪しなどが利用されており、江戸幕府は、 米美客を保護するため、旗振り通信禁止の触れ書きを出した。ただし禁止令は、摂津国、河内国、張馬国の三国に対しての見渡されたものであった。ため、道島から飛脚を、住吉街道を通って、泉国松や神殿まで走らせ、そこから、山和国13峠、山城国を特に軍大原の、比叡山、大津へ抜けるルートを使って、情報伝達が行われた。 1865年、イギリス・フランス・オランダの軍艦が、兵庫沖に現れた際に旗振り通信によって、速報がされたのをきっかけに禁止令は解かれた。以降旗振り通信は盛んに行われ、明治には政府公認の仕事となり、相場市、メガネ屋などと呼ばれた。1893年3月に、大阪に電話が開通すると、次第に電話に取って代わられ、2. 1918年に完全に廃れた。昼間は旗、夜間は松明や提灯が用いられた。旗の色は基本的に背後に障害物がある場合は白、ない場合は黒であった。伊勢、伊賀では赤い旗も用いられていた。旗の死人には望遠鏡や双眼鏡が用いられた。旗の大きさは静天時は横 60cm 縦 105cm。 または横100センチメートル縦150センチメートル、どん天寺は横90センチメートル縦170センチメートル、または横120センチメートル縦200センチメートルのものが用いられた。大気については180センチメートル180センチメートルのものを用いたという証言もある。旗の竿は長さ240センチメートルないし300センチメートルほどであった。 旗振りを行う場所の間隔は、明治時代には長くて三里半から五里半であった。天候が悪く見通しの低い時には定地に、臨時の旗振り場が設けられた。三。旗振り場には、平地では矢倉、山では丸太や石で作った旗振り台や小屋が設けられた。かつて、旗振り場であった場所には、旗を差し込むための穴が開いた岩や、通信方向の目印をつけた岩が残されていることも、 ある。旗振り場となった山は旗振り山、相場振り山、相場鳥山、相場山、旗山、高畑山、相場が、裏山、相場の峰などと呼ばれた。柴田明彦によると、正式な山名に、相場が含まれる場合はすべてかつて、旗振り場であった山で、旗が含まれる場合も旗振り場であった可能性がある。旗が、畑に転じている場合もある。 旗振り場となっていた山は見晴らしが良いため、旗振り山のように無線中継所が設置され、現代においても情報通信の拠点として活用されているケースがある。熟練したものによってスムーズに旗振りが行われた場合、1回の旗振りを約1分で行うことができたと考えられ、旗振り場の間隔を3里とした場合、通信速度は時速 720km ということになる。 大阪から和歌山まで13峠経由で3分、天保山経由で6分、京都まで4分、大津まで5分、神戸まで3分、内市5分、または7分、桑名まで10分、三木まで10分、岡山まで15分、広島まで27分で通信できたと言われている。江戸までは箱根を越える際に飛脚を用いて1時間40分前後、または8時間、4であった。なお、 1981年に大阪、岡山間で行われた実験では2時間を要している。これについて、柴田明彦は視界の悪さにより中継点の数が増えていることを割り引いても当時の相場師が優れた技能を有していたことが伺えると述べている。旗を振る位置、回数、順序に意味を込め情報を伝達した。単純なものは旗を振る向きで、 桁数、回数で数字を伝えるというものだが、第三者に通信内容を知られてしまうリスクがある。複雑化したものとしては、以下のような方法がある。通信方法に、間違いがないかどうかを確認するために、あらかじめ決めておいた数を合わせて通信した。これを愛印という。また、他人が通信を盗み見ることへの対策として、旗で通信する数字を実際よりも増減させることを、 あらかじめ決めておき、他人が盗み見ても役に立たないようにした。これを台付けという。雨天時など視界が悪く旗振り通信が使えない。場合は、視界が回復するまで待つか、飛脚を使った。明治後期には、電報が使われた。1981年12月、西宮市在住の会社員が中心となって、大阪市道島と岡山市京橋との間に25の、 中継点を設定し、旗振り通信が再現された。スモックによる視界不良を原因とする中断を挟みつつ、約1 6 7トルを2時間17分かかって通信10番目の中継点である、赤石金ヶ崎山と終点の岡山市京橋との間では内容が正確に伝えられた。ちなみに、これに先立って同年8月に行われたテストは、 通信が途切れる、伝達すべき数字が大きく狂うといったトラブルが生じ、失敗に終わった。その後1984年と1991年にテレビ番組が再現実験を行い、放映された。ありがとうございます。